神社の知っておきたい神社参拝常識非常識伊勢特集。さあ今日はですね、伊勢神宮に来ております。お伊勢参りでまず最初に来るのがこの二見ヶ浦二見沖玉神社に来ております。こちらはですね、天照大神が一番最初にこちらに降り立った地というふうに言われている。そしてこのですね、夫婦岩、この岩に皆さん拝んでるんですけれども、実はそうではない。実はですね、この夫婦岩の先、約600メートルの先の方に昔ですね、岩があったんですね。でそれが今水中に沈んでいるんですけれども、これをですね、沖玉神石という、ここに実は拝んでいるんですね。そしてこちらですけれども、この社、そしてこちらの夫婦岩、そしてその先の神石、そしてその先にはなんと富士山があり、そしてその富士山の先から夏至にはですね、太陽が上がってくると、このようにね、全て結ばれている。またこの太陽のことを天照大神というふうに言うんですね。そしてなぜこちらから先に行くかというと、まずこちらの海で、みそぎをして、それから、こちらにね、参拝をする。こちらカエルがいっぱいあったでしょ。このカエルは何かというと、この旅というのは結構大変じゃないですか。ですからこの旅が無事カエルということで、まずこちらから参拝をするというふうになってます。